それではですね、最後のゲストになります。皆さんもご存知だと思います。バカアフターさんです。よろしくお願いします。まあ、名前本名もですね、まあ、分からないままだとは思うんですけども、アフターエフェクツを使って、いろんなことをしようということですね。まあ、天ぷらを作った、エビフライだね、エビフライを作ったり、お寿司を作ったり、はいはい、パーティキュラーでお寿司を作るっていうので、まあ、ちょっとびっくりしたんですけども、まあ、とにかくですね、レンダリングだけでどんぐらいかかるんだろうみたいなことをたくさん作られています。サイトでもたくさんですね、作品も今いくつぐらいになってるんですかね。通常のやつだけだと、標準縛りだと335ぐらいで、はい、標準縛りプラグインありだと310とかそんぐらいです、はい、なるほどなるほどなるほど。もう600ぐらいと、まだ公開してないやつが100ぐらいある、はい、何を目指しているのかというところも含めましてですね、今日は聞きたいと思いますけどもね、はい、立ち姿勢を試せる、はい、はい、ということで、じゃあ今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、じゃあ今日はですね、パーティキュラー尽くしということで、まあ、パーティキュラーを使って遊んでみようという言い方でよろしいでしょうかね。はい、はい、ではよろしくお願いします。バカアフターさんです。よろしくお願いします、はい、ですね、まあたまにこういう場でお話しすることがあるんですけど、あんまりプラグインについて話したことなかったなと思って、でまあ今回何にしようかと思った時に、まあ、パーティキュラーが一番いろいろできて、なおかつ、まあ、敷居も低いんじゃないかというところでパーティキュラー尽くしとさせていただきましたで、はい、まあパーティキュラーといってもまあいろいろできちゃうんで、ある程度内容を絞ってみたいなと思って、まあ、こんな風にラインを描いて作る例、まあ、例っていうのは自分が趣味で公開している作例のことなんですけど、はいとか、あと地面を設定して作る、はいはい、テクスチャーを設定して作る、はい、なるほど、そういう縛りを作るんですね、はいはい、縛りというか、まあ、分類軽くしてみました、はい、で、まあ、まずラインから、まあ、パーティキュラー使ってライン描く方法、まあ、有名なところで言うとこうライトエミッター、はいですね、このこいつにこいつから出ますよっていう、はい、でベロシティをゼロにするというやつですね。そうですね、はい、もう定番の、はい、あとこれ AUX、はい、この一粒の通ったところに粒が残るみたいなやつ、はいはい、と、まあ、あと単純にここがエミッターがあって右見てるんですけど、エミッターがこの粒がこっちに出続けるっていうこういう方法と、まあ、あと変わったやり方としては AUX を並べる。何が起こってるかというと、まあ、ここにメインの実は粒があってですね、今ゼロサイズがゼロになって隠れてるんですけど、こんな状態になってて、はい、AUX の隙間を上げてあげることでこういう線の引き方もできるという。実用性は謎ですけど。そうですね、まあ、LINE で書けばいいですね、はい、ここまでしてやる必要があるかですね。これが面白いところです。これが面白いところですよ ね、 でもね。あとは、うん、ワールドトランスフォームっていうパラメータがあるんですけど、はいはいはい、そいつを複製してやちょっとずつ回転を変えてあげて大量のパーティクラーをこう出してあげたっていう。重そ う、 こ、 う、 いう、これで星のなんか軌跡みたいな、はいはい、タイムラプス、そうですね、ができちゃったりすると。で、さっき紹介したやつのちょっとした応用としては、まあこれ1個あるんですけど、ライトがこれをですね、エクスプレッション仕込んだ上でコントロール横にあった複製してあげるとですね、ちょっとずつ回転が変わった中心点が変わったライトが複製されることで、こういう何と言いますかラインでいろいろ描けるぞという、まあこんなのことも簡単にできてしまうとか、まあこれ
ライトがエクスプレッションでまた制御されてるんですけど、これもちょっとずつパラメータ変えてあげることで大量複製するとこういう非常に簡単にできる、非常に簡単にこう面白い、まあ、こんなことか。これあのインデックスっていうここにあるレイヤー番号を引っ張ってきてですね、これねあのBaKaAfterさんの必殺技がこうインデックスなんですよ。レイヤーの番号ちょっとずつずれて複製されるっていう、これよく使いますよね。そうですね、はい、これインデックスをですね、要するにレイヤーの番号がインデックスになってるんで、番号が2と3だとインデックスが2、3、4と増えていくんですよ。その番号でずれていくってなおかつこれあのエミッターがライト使ってるから、あのこういうふうにシェーディングオンにしてあげてもちゃんと、あれ逆か、あの前後関係が破綻しないっていう利点があります。とかあとこれのこいつもやっぱベロシティをちょっと変えてあげたのを大量複製してあげることで、こういう何とも説明しがたいですものができます。とかあと一定方向に出すやつもですね、今度はあのフラクタルフィールドでしたっけ、うん、あのウニウニさせるやつ、はい、これをちょっとずつパラメーター変えたことでこんなものが簡単に、これね作ったペーターノビーもびっくりですよね、こんなこうやって作ってるね、すごい、あすごいすごい有機的ですね、でもね、そうですね、こういったものもできてしまうと、はい、では実際にですね、はい、パーティキュラーこの方法で作った作例をいくつか持ってきました、はいはい、これはレンダーアウトしないでこれからやるんですか。いやさすがにそれは時間がないので、あ MP4 になってますね、もうできたものです、はい、これはですねあの、はい、赤と青のラインを、はい、渦巻き状にこれ今やったやつの応用ってことですね。そうです、応用ですね。これ光ってるのは何ですか。これは光ってるのはちょっと短い、はい、パーティクルを出してあげて上から重ねてるっていう、はい、同じ奇跡縛りは絶対守るわけですね。そうですね、すごいなこれすごいなこれであったりとか、はい、まあこういうものとか、あすごい、おかっこいい、おこれもライトをまあなんかあれこれして作ったものあれこれしてあかっこいい、すごいすごい、これすごいな、そうです、確かこれ無駄に 4K で作ったりもできる何の意味もないっていうとかこれも最近作ったやつなんですけど、はい、これたまらないですね、たまらないですねこれね、このなんこれが世になくても誰も困らないなのにグッとくるっていうグッとくる、うん、これグッときますねこれね、ここの辺とかすごいですねすげえこういうの素敵ですよね、うん、パーティキュラーの線だけで作ってるというとか、はい、まあこういうなんか血管みたいなとか、はい、これ光が走ってるのも同じやつを作ってあげて重ねるわけですね、ちょっと一瞬光らせるように色を設定してあげてることで乗っけるとなんか線をなぞってくる、あるいは血が通ってるような感じですね。そうですね、であったりとか、まあ人も描けるぞと、人あライン描けるってことは人描けますよね、うん、こあこれ人なんだそうですすげーすげーその人型に動くようにそういや手で手動で人だ、まあはい、まあこういうなんかすごい複雑な形状も一枚絵でこうなんか幾何学的なものもできてしまう便利だなと思った次第であります。あとライン描けるってことは当然こういう麺類も作れるのりも一応パーティキュラーで残るネギやわさびもパーティキュラーすごい、これもすごいわすごい何でもできてしまうっていう、はい、これすごいよこれすごいでこの台座はあの AE をシェイプ押し出して作ってある、はい、純 AE 製全くこれシネマ 4D でもなく 10AD です、非常に簡単にできてしまって
すごい。まあ時間の関係上次いきます。はい。あの反射、はい、じゃあ反射じゃない、バウンス、はい、地面設定して、はい、あの粒が跳ねるような設定も、はい、設定というか機能もパーティキュラーは持ってましてですね、はい、あんまり使われることないんですけど、ただこれもあのやっぱり面白いんですよ。こうまたエクスプレッションでちょっとずつずらしてあげるとこんな感じ。あーすごいすごい。まあなんかそうです、音とかと相性良さそうですよねこれ。でまあこれもやっぱり例をまとめて持ってきました。こんなもの、床を作ってるわけですねこれ。そうですね、床を設定してあげることでこの複雑なこの上のパーティクルの動きがですね、あこれすごい、この 2D 平面に変換されるっていう感じが、あすごいすごい、綺麗だなっていう。あすごい、まあ、上のパーティクルもすげえめんどくさい設定してるんですけど、ちょっと今は省きます。この地面が綺麗っていう、まあ、これも模様を描いたりとか、あとこれはもう上のやつ消しちゃって地面だけのやつを表示して、まあ、結構綺麗です。このなんだろう、ワールドトランスフォーム、はい、さっき一瞬出てきましたけど、はい、を使ってあげることで、あの同じ軌跡を描いてるやつをあのちょっとずつ回転させて複製することでこういう模様が作られてますであったりとか、こういうこの謎の、これも実験なんですけど、これライトエミッター60個ぐらい出したらとんでもなく重くなっちゃって60時間ぐらいかかったんですけど、たったこれだけの何のための60時間を返せよって感じなんですけど、返せよあでもこういうこともあるぞというとか、まあ、あとこれもさっきの一瞬お見せしたやつのちょっと地面設定してみたバージョン。あとこれも特有の動きをしてくれる非常に面白い感じに仕上がった作例です。いやインスピレーションすごいですね。これあれですか、作るときにどんなのができるか大体想像されるんですか。いや何も想像しないです、あの偶然の産物みたいな。じゃあもう連打にかけてからのお楽しみ。そうですね、さすがにでもザルそばは想像して、まあそうですね、あの何も想像しないでザルそばできないから、ね、そうですね、確かに、ね、でやったらザルそばだったら驚きます、ね、そうですねでどんどんいきます、はい、次あのテクスチャー、まあ、粒にテクスチャー貼れるんで、はい、いろんなことできるよっていう例なんですけど、あなんかおかしなとこに出てしまった、まあ、こういう煙、アニメ的な煙であったりとかですね、まあ有名なもう作例なんですけど、チュートリアルが世にあるやつなんですけど、こういう炎みたいなアニメ風炎とか作れます。あこれすごい。でまあそれらを使った作例がまあすごい普通なんですけど、あの炎、あのバージョン 2.5 になってプリセットでなんかテクスチャーがついてくるようになったんで、それ使ってみたっていう例で、すごいこういうエフェクトチックなものであったりとか、まあアニメ風爆発であったりとか、あすごい、とあとこういう芝生なんていうか草むらもできるぞと昔某有名サッカーゲームのオープニングやらせていただいたことがあって、それをこの手法でやってるので、見かけた方はあれはパーティキュラーだって思ってくださいとかエビフライまあこれ当然フライってあの衣が粒なんでパーティクルと相性がいいとということで、こうしかもあのタイムリマップがパーティクラー対応してくれるんで、こういうすげえ一瞬スローになってまた落ちてくる、かっこいいですよね。さらに収まるというですね、やったりとか、まあ弁当もできるぞとこ, ういうこれ全部そうですね、パーティクラー純パーティクラー製の弁当まあこういうテクスチャーを作ってあげてですね、時間差で発生させて鮭を作って、まあ粒は当然米はご飯、あのパーティクラー相性がいいですね、相性がいいですね、フライもあるし、このパスタ的なものもまあちょっと隠れてますけど
あるっていう。これすげえな。まあこれもパーティキュラー、まあ、この粒の軌跡で大体描けてしまいます。すごいね。はあ、これ本当すごいっすね。まあ大体のことができてしまうんじゃないかと。作った本人もまさかですよね。はあ。っていうところですね。はい、あとまああとシューティングとかも作れてしまってですね。はい。シューティング。あのまあ こんなムービーを作ったことが 100% になんね、まあ、この部分これは、まあ、背景は全部エレメント 3D なんですけど、まあ、それを置いといてこの弾あの磁気が出す弾と当たり判定と敵の弾を全部パーティキュラーで制御してます。あ、これはあのゲームじゃなくてゲームのシーンを作ったってことですか。そうですね。どう便利かっていうと、まずここにライトエミッターを置いてあげるんですね、はい、磁気の先頭に、はい、そして粒出して AUX でちょっと軌跡をつけて、でこの当たり判定はバウンスあの平面をここに置いてあげて当たってるかのように見せたっていう。これを使わないとどうやったらいいんだろうっていう、ゲーム作った方が早いんじゃないかっていう感じです。ゲームのようなシーンを作ったんですね。そうですね。すげえな。で敵の弾幕もパーティキュラーっていう、まあ、あとはこのボスのビームもパーティキュラーで作って、まあ、あとなんかこう蘇った後の鳥みたいなこれもパーティキュラーでできましたという。まあこれ何のために作ったんですか。これはこれはあのある曲の、MV ですね。ああ、普通に見たい。ちょ時間がなるほど。全部これはバカアスターズで使われたんですか。そうですね。この辺あのエレメント 3D、あのちょうどバージョン2が出たぐらいの実験の意味を込めまして、ここをセスあのパーティクルでパーティキュラーで あプレーンヘイミー当たってるわけだから、といった感じのものです。あ、まあ、ビーム、まあ、ここら辺とかメタ打ちして、で、まあ、やられて蘇るんですが、そこのこれが、まあ、パーティキュラー。っていうものです。素晴らしい。以上です、うん、いやーすごいですね。感動しました。はい、ということでありがとうございました。なんかあのとにかくいろんなものにチャレンジするというか、あのその何ですかね、できないという壁を作らないでやられるところがすごいですね。ありがとうございます、はい、これ今どれ結構あれですか、あのアフターエフェクツと触れてる時間ってやっぱすごいあるってことですかね。まあそうですね、はい、といってもなんかよく聞かれるんですけど、そんな睡眠を削ってみたいな過酷なことはやらずに作例、はい、もうなんか一瞬でできちゃうようになっちゃったんですよ、こんな生活をしてたら15分ぐらいで、ね、なるほど、作例が15分でできるんです。そうですね、うん、なるほど。でそれ の, あの引き出しを生かしてこういうのを作られているということです ね, ですね。いや素晴らしかったです。あの改めてバカアフターさんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。